バンクオブアメリカ、結構落ちたなって感覚ですか、それとも意外と受かるなっていう感じですか。最終的に北海道でゆっくり暮らす旬ダイアリメンバーのことこです。ニセです。今日は東大生がどんな企業から内定をもらっているのかと、どんな就活を進めていったのかというところについてインタビューしていきたいと思います。学部学科からお伺いしてもいいですか。修士なんで、はい、情報理工学研究科の創造情報学専攻の2年です。同じく情報理工学系研究科の電子情報学専攻の修士2年です。はい、内定先教えていただいてもいいですか。バンクオブアメリカ。マジですか、すごいっていうところに。バンクオブアメリカ以外に内定先出たところとかって。みずほ銀行のクオンツと、ファーストリテイリングのデータサイエンティストと、 NRI とアマゾンのクラウドサポートエンジニア。専攻って英語とかあったりしますか。英語でしたね。全部英語です。全部。じゃあ外勤は半分ぐらい、はい、じゃあ英語ペラペラとか。ペラペラじゃないです、全然。愛想で愛想でノリと勢いで、はい、バンクオブアメリカとかそういう外勤とかに就職される方ってどういった方が多いですか。バンカメはフロントとバックオフィスっていうのが分かれてて、はいはいはい、フロントは投資銀行部門と、あと営業とかがいて、すごく激務 で、ね、高い、すごいストレス値が高い中働いて信じられないぐらい儲ける人、バックオフィスでエンジニアとかがいるんですけど、はい、フロントの人はすごいタフそうな人が多いイメージ。体育会系とかも。そうですね、体育会系、帰国子女、海外大とかが多いイメージ。でバックオフィスはそんなにガツガツはしてないです。ある程度英語ができるぐらいですかね、共通点というなんか大学軍とかってやっぱり東大の人とかがほとんどだったりとか。東大と慶応で8割ぐらい。であとちょこちょこ京大とか早稲田。マーチとかいました。マーチはいなかったんです。いなかったんですね。ぶっちゃけ何が理由で自分は内定したと思いますか。運だと思います。で運だから、それ運をつかむだけたくさん出したから、たまたま引っかかったっていう。何社出して何社落ちたとかって聞いてます。2、30社出して結局通ったの5社ぐらいしかないんで。就活全体を通して何社ぐらいの内定って取られますか。ちっちゃいとこ入れたら4になるぐらい。どういう業界を見られてたんですか。もともと IT とか。あ、もう全部 IT に絞って。 IT の中でもビジネス職じゃなくてエンジニア職。あ、そうですね。エンジニア職で内定を。あ、そうですね、はい、すごい、めっちゃ優秀だ。他はなんかどういった企業を見られてたか。他は AWS とかもマイターンに参加したりとかで。他の内定先とかってどういったところ。あ、他は AWS のそのクラウドサポートって先行ったところと同じところぐらいですね。そんなにいっぱいは受けてないんで。学部学科教えていただいてもいいですか。文学部の4年です。僕も一緒です。僕も一緒です。ありがとうございます。内定先を教えていただいてもいいですか。自分は研究です。サービス系の大手です。どういった軸で就活されてました。とりあえずやりたいこと決まってなかったんで、ビジネススキルをしっかり鍛えられるような会社に行こうかなっていうのは思ってました、ね。内定をもらったのは何社ぐらいになりますか。あ、でもその1社に早めにもらって、あ、もうじゃあもうここでいいかと思って、はい。サマーインターンの時はどういった企業を受けられてたんですか。アマゾンとか KPMG とか。KPMG 映画業界とかも見てたんで、広報とかも見てました。本当に幅広く受けられてたんですね。学部聞いてもいいですか。経済学の経営学科です。内定先をお伺いしても。日本銀行です。何社合計で内定って。8社ぐらいです。はい、どこら辺の業界見てたんですか。政府系の金融機関と商社。商社、総合商社ですか。はい。就活進める上で、はい、ガクチカであったりどんな対策されたかってお伺いしてもいいですか。大会だったのでインターンには1回も行かなかったので、その代わりにあの部活の OB/OG の方にたくさんお話聞いて、働いたらどういう感じになるのかっていうイメージ膨らませながら自分のエントリーシートとかは作ってました。学知科は基本的にその部活の話をしてました。学部学科から教えてもらって。前期は文一で入ってその後法学部に進学してって感じですね。内定先とか教えていただいてもいいですか。内定先はメガバンとコンサル会
会社に内定してました。もともとどういう軸で企業を見られてたんですか？もともとはずっと銀行員になりたくて、プラスで社会的インパクトある仕事がいいかなみたいなことを思って探してて、なので本当は政府系金融とか見てたんですけど、徐々に変わってみてみたいな感じで。結局進路どうしたかって、ロースクールに行ってます。なんで最初就活しようって思ってたのに途中で院進に変わったんですか？自分一人で生きる力を得るためみたいな感じですか。なんか企業入ると企業に属するじゃないですか。確かに。だけど法律家なら自分で一人で生きていけるかなみたいな。企業に依存せずに自分の裁量とかでいろんなことやりたい、やれるかなと思って。なるほど。やっぱりやめようと思って。やっぱりやめよう、はい、学部学科から教えていただいて、理学系研究科の天文学専攻とかに在籍してますどんな業界に内定されたか。銀行ですね、はい。何社ぐらいエントリーされました？インターンは10社ぐらい で本専攻エントリーは多分5社ぐらいだったと思います。結構落ちたなって感覚ですか、それとも意外と受かるなっていう感じですか？結構落ちたなって感覚があって、あ、他の人みんな受かってるのに僕だけ落ちてるみたいなって結構パターンが結構あったんで同じ大学院の方、はいはい、でどういったところに就職される方が多いとかってありますか？僕の学科ですと博士課程進学がほとんどで、そうですね、望遠鏡とか作ったり研究したりするところではなんかカメラ業界キャノンとかその辺の方に行くっていうのもちらっと聞いたことがありますね。まず学部学科教えてください。法学部の4年生です。内定先の方をお伺いしても、公務員。公務員。公務員ってどういった就活をされるんですか？まず試験を受けて、試験に受かってから官庁訪問っていう、その面接を集中的にやるみたいな期間をやって、でそれで内内定がもらえるっていう感じです。具体的に公務員のあたりはどの、ちなみに公務員を目指した理由ってどういうきっかけなんですか？いろんな仕事を見ていく中で、公務員がやってることっていうのが、私のやりたいことに合ったのかなっていうのが一番の理由です。理学系研究科の地球惑星科学専攻です。どういった研究をされてるんですか？地球科学なんで、山とかフィールドに行って石とか取ってきて、実験室に持って帰って分析するっていう。今就職活動ってされてますか？一応就活生だったんですけど、ある程度終わってて。どういった企業から内定をいただいたか教えてもらってもいいですか？国の研究所です。どういったことをされるとこなんですか？かっこよく言うと社会の役に立つための科学技術を作るところで。まず学部から教えていただいても。はい、法学部の社会基盤学科というところにいます。現在の就活状況を教えていただいてもいいですか？今はサマーに8社ぐらいで先行続いてるとこもあれば、もういいかなって思ってるとこもあって、今秋冬のインターンにいろいろしようってと思うんですけど。どういった業界を見られてるんですか？2軸あって、不動産と IT ベンチャー系、この2軸で全然別のとこ見てるんですよ。東大っていうだけで結構通過率高いのかなって思ったんですけど、どうですか実際？意外とそんなことなくて、多分落とされる人は落とされますね。ES だけとか、ウェブテだけとかだと通過率いいですけど、面接だと志望度練られてるとか、なんかちゃんと人として話せるかみたいなところも見られちゃうじゃないですか。で落とされる人はちょこちょこいます。人文社会系研究科。どんなことを学ばれてるんですか？国文学研究室なので、日本文学で、その中で近世っていう江戸の文学をやっています。すごい。ちなみに今なんか就活ってされてますか？本当に始めたばっかりだし、そんなに力も入れてない状況って感じですけど。どういった業界を見られてるとかってありますか？就活始めて自分が知ってる業界があまりにも狭すぎたので、業界とかでは選ばず、お誘いいただいたりとか目についたやつをとりあえずポンポン説明聞いたりとかしてっていう感じでやってます。こういった企業に就職したいみたいなのが明確に今あるわけじゃないって感じですか？明確にはないですけど、僕はあんまり一生懸命やるのが好きじゃないのでワークライフバランスを重視したいなというふうに思ってる感じです。なるほど。北海道が好きなので、北海道の観光会社を軽く今見てって感じです。最終的に北海道でゆっくり暮らすそこのゴールに向けてどういったキャリアを積むかみたいなことを考えてらっしゃるってことですね。すごい面白いですね。いや、ありがとうございました。ここで新代理からお知らせです。
ES は転職してもらったら通過率マジで上がるんで、この機会に活用してください。夏こそ頑張ろうと思っている就活生に向けてダイアリーからの応援キャンペーンの方です。ありがたい。この夏限定なので概要欄のリンクからぜひチェックしてみて。